Wikipedia English writes about Japanese mythology as follows. Japanese mythology embraces Shinto and Buddhist traditions as well as agriculturally based folk religion. The Shinto pantheon comprises innumerable kami in Japanese for gods or spirits. This article will discuss only the typical elements present in Asian mythology, such as cosmogony, important deities, and the best-known Japanese stories. Japanese myths, as generally recognized in the mainstream today, are based on the Kojiki, the Nihon Shoki, and some complementary books. The Kojiki, or Record of Ancient Matters, is the oldest surviving account of Japan's myths, legends, and history. Japanese mythology starts with the story of Izanagi and Izanami. Who are these gods, Izanagi and Izanami? Are they just legendary deities in Japan? 日本の神話はイザナギ、イザナミで始まります。ではそのイザナミ、イザナギとは誰なのでしょうか。イザナミ、イザナギはただの伝説上の神なのでしょうか。一般にはイザナギは男神、イザナミは女神と表現されていますが、ウィキペディアの方ではイザナギもイザナミも男神となっています。ここが今日の一つのポイントかと思われます。Hiroshi Hayashi、浜祭りジャパン。日本の神々の系図を簡単に説明しておきます。イザナギとイザナミです。アマテラスやスサノオなど多くの神の父神であり、神武天皇の七代先祖と言われています。右がイザナギ、左がイザナミです。そのイザナギ、イザナミの間からアマテラス、そしてスサノオという神が生まれます。そのスサノオの子供、あるいはその流れから大国の主、あるいは大国主の神が生まれます。出雲大社の出身です。そしてアマテラスの孫がニニギと言われています。アマテラスの孫にあたりますから天孫ということになります。そのニニギは高千穂の峰に降り立ちます。高千穂の峰は日本で最も神聖な聖山中の聖山ということになります。そのニニギの孫が神武天皇ということになります。その神武天皇は位につくと九州の日向から近畿の橿原へと都を移します。その高千穂の峰とペルーのナスカとは大変深い関係にあります。ここでは簡単に林博のライン理論によってそれを説明します。ライン理論というのは偶然ではありえないという関係をライン上で証明しながら偶然ではない、つまり人為的にそのような位置に定められたということを証明していく理論ということになります。例えばこの白いラインは、右はナスカのグランドクロスの中心点と、左は高千穂の峰頂点とを結んだラインです。そのラインは伊勢神宮の下空と内空の間を正確に通り抜けます。下空の本殿とのエラーは数百メートルです。この白いラインはナスカのグランドクロスの中心点と高千穂の峰の頂点をつないだラインです。その下に伊勢神宮内宮があり、その上に伊勢神宮下空があります。右は言うまでもなく二見越玉神社です。分かりやすく言えば、ナスカのグランドクロスの交点と高千穂の峰の頂点をつないだそのほぼ進直線下に伊勢神宮内宮下宮、そして越玉神社があるということですが、それだけではありません。二見越玉神社の本殿の屋根は正確にナスカのグランドクロスの方向を向いています。下のこの黄色いラインはナスカのグランドクロスの交点から引いてきたラインです。左の二見越玉神社の本殿の屋根に注意してください。この黄色いラインは正確に二見越玉神社の本殿の屋根のラインと重なります。ロープのかけ方が少しずれていますが、この2つの岩を正確に90度で進んだ先にナスカがあるということになります。つまりこのようにナスカと日本とは深い関係にあります。話を元に戻します。アマテラスの孫の関係にあるのがニニギの神と言われています。天孫、つまりアマテラスの孫ということになります。そのニニギは高千穂の峰に降り立ち、そしてその3代目が神武天皇ということになります。そのニニギですが、ニニギという音が、私はイギギに似ていると判断しました。イギギ、つまり火星からやってきた縦長コーンヘッド、縦長長頭人間ということになります。イギギイコール火星人説はゼカリア・シッチンも説明しています。この本の1ページ中央に円筒印象から起こした奇妙な図があります。この中央に立っている人物がイギギ、つまり火星から来た人物ということになります。頭が長頭である点に注意してください。左上の6方向に光線が伸びる星は火星を表します。太陽系を外から数えると火星は6番目、地球は7番目、金星は8番目となります。そしてゼカリア・シッチンは中央に描かれている十の字はニビルを表すと説明しています。これは今日のポイントではありませんから、中央に立っている長頭人間に注意してください。左右に人間らしき人物が手をその長頭人間にかざしています。つまり2人の人間は中央の長頭人間に挨拶をしています。上に描かれているのは繰り返しになりますけども、左から火星、中央が太陽、そしてその右が月ということになります。そして両側の人間らしき人物が中央の超頭人間に手をかざして挨拶しています。そうした様子はエジプトの壁画にも残っています。この手をかざして挨拶する方法がゾロアスター教、仏教、そしてイスラム教の祈り方の基本形になっていることは言うまでもありません。で、その超頭人間の頭蓋骨がペルーのナスカの北方、パラカス周辺だけでも300個以上見つかっています。左のイギギの頭の形と、そして超頭人間、つまり縦長超頭人間の頭蓋骨と比較してみてください。頭が長く、そして頬骨が左右に大きく張っています。目の穴、つまり眼光も人間のそれよりも大きいと思われます。 DNA 鑑定するまでもなく、右の超頭人間は地球に住む地球人ではありません。頭の骨の数が人間のそれとは違います。つまりパラカス周辺で見つかっている超頭人間の頭蓋骨を持った人間はイギギということになります。右が人間の頭蓋骨です。明らかに人間の頭蓋骨とは違うということです。眼光も大きいようですね。つまりこうして日本とペルー、そして超頭人間、そしてイギギとつながっていきます。頭の形をもう一度確認してください。地球に住む私たち人間は頭頂部で骨の数が3つに分かれていますが、超頭人間は2つに分かれています。こうして日本の神と世界の神と、さらには宇宙の神とつながっていきます。ここが今日の重要なポイントです。左がイギギです。そして天孫、つまり高千穂の峰に降り立った神はニニギです。関係があるのかないのか、もう一度この図を見ていただきたいと思います。イギギ、超頭人間、そして超頭人間の頭蓋骨がペルーで見つかっています。そして神武天皇は実在しました。その証拠がペルーのナスカに残っていました。繰り返します。神武天皇は実在しました。その物的証拠がペルーのナスカに残っていました。その証拠をこの後に皆さんにお見せしますが、これが物的証拠ということになります。ナスカにはトンボの絵が描かれていたのです。そのトンボの絵こそが神武天皇が実在したという証拠になりました。まさしく物的証拠ということになりました。つまり神武天皇は実在したという視点で考えるならば、ニニギも実在した、そしてニニギイコールイギギと考えると、超頭人間、超頭人間でイギギとナスカ周辺のパラカスの超頭人間とつながります。こうしてそれぞれの神が有機的、つまり密接不可分につながっていきます。イギギは超頭人間でした。そして超頭人間の頭蓋骨がナスカ周辺で見つかっています。そしてそのナスカには神武天皇の実在を証明する物的証拠としてのトンボの絵が描かれていたのです。で、今までご覧いただきました動画を逆送りに今度は見ていただきます。トンボの絵がナスカ平原に描かれていました。その証明はこの続く動画の中で詳しくします。そして元に戻していきます。頭蓋骨、頭蓋骨、そして世界七人の本で証明されている、火星からの超頭人間、超頭頭蓋骨、この超頭頭蓋骨の持ち主はもちろん人間、地球上に住む私たちと同じ人間ではありませんでした。頭蓋骨の数そのものが違います。そしてそのイギギとニギギは音が似ている。こうした語呂合わせは慎重にしたいと思いますが、全く関係がないかというとそうでもないのではないでしょうか。ナスカと高千穂の峰をつなぐと、その直線はほぼ新直線に伊勢神宮内宮下宮、そして北見小玉神社の上を通ります。そして私林博が今まで証明してきましたように、アマテラスイコール女神中の女神アナヒータということになります。アナヒータ、またの名をギリシャ名アルテミスと言います。そして言うまでもなくスサノオイコールマルドゥック、神の中の神マルドゥックということになります。アナヒータの諸女解体によって12月25日冬至祭の日に生まれたのがミトラということになります。ミトラ、つまりギリシャ彫刻では別名アポロと呼ばれていました。スサノオの母でもあり姉でもあるのがアマテラス、ミトラの母でもあり姉でもあるのがアナヒータ、こうして神々が線でつながっていきます。それぞれの関係については別の動画で説明しますが、その第一のポイントは神武天皇は実在しました。その証拠がナスカ高原に残っていました。物的証拠として残っていました。それが今日の動画のポイントになりますから、もう一度皆さんにその動画をじっくりと見ていただきたいと思います。となると冒頭で提起しましたように、イザナギイザナミは誰かという謎について一応の答えを出しておかねばなりません。イザナギイコール私林博は延期と考えています。そしてイザナミイコール私林博は縁リルと考えています。ともに一応男神ということになっています。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. The proof of Japan. Ladies and gentlemen, the national anthem of Japan. You see a very strange line picture in Nazca, Peru, and ask yourself which you think it is, a parrot or Japan land. ペルーのナスカに大変奇妙な地上絵があります。それはオウムなのか、それとも日本ランドなのか、どうか一度ご自身に尋ねてみてください。一般にはオウムと言われています。このブルーのラインで示したのが、オウムに見えるというわけです。が、本当にオウムなのでしょうか、それとも日本ランドなのでしょうか。大切なことは、日本人が持っている常識は決して世界あるいは宇宙の常識ではないということです。ここに一つの例をお見せしますので、皆さん自身で見て判断して、そして皆さん自身で結論を出してください。Hiroshi Hayashi、浜祭りジャパン。The Nihon Shoki, sometimes translated as the Chronicles of Japan, is the second oldest book of classical Japanese history. The book is also called the Nihongi, literally Japanese Chronicles. It is more elaborate and detailed than Kojiki, the oldest, and has proven to be an important tool for historians and archaeologists, as it includes the most complete extant historical record of ancient Japan. The Nihon Shoki was finished in 720 under the editorial supervision of Prince Toneri, and with the assistance of Ono Yasumaro, dedicated to Emperor Gensho. The Nihon Shoki begins with the Japanese creation myth, explaining the origins of the world and the first 7 generations of divine beings, and goes on with a number of myths as does the Kojiki, but continues its account through to events of the 8th century. It is believed to record accurately the latter reigns of Emperor Tenji, Emperor Temmu, and Empress Jito. And in the Kojiki and the Nihon Shoki, the classical chronicles of Japan, Japan was called Akitsushima. Literally, it means the island of dragonfly. Akitsu means dragonfly, and Shima means island. Then it is quite interesting to say that in the Nihon Shoki, it is mentioned about Emperor Temmu, who described Japan land when he viewed Japan from high above the sky as follows. The Japan land looks like a dragonfly in copulation. This is a very important part of this video, so I repeat it again. Emperor Jimmu described Japan land when he viewed Japan from high above the sky as follows. The Japan land looks like a dragonfly in copulation. Japan では古くトンボをアキツと呼び親しんできました。古くは日本の国土を指して秋津島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が簡単をもって秋津のトナメのごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津島の名を得たとされています。また、古事記には、雄略天皇の腕にたかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり、和の国を秋津島と呼んだとしています。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan。日本列島です。ジャパンランドです。この日本列島から北海道と四国を取り除きます。前方後円墳があるのは本州と九州、それに瀬戸内海沿いの四国の一部です。神々の土地として選んだのは本州と九州ということになります。その日本は交尾しているトンボの形に似ているというのです。右がその様子です。で、比べてみます。右がトンボの交尾している様子です。で、少し傾きを変えてみます。拡大してみます。すると、その形は大変よく似ているのがわかります。つまり、この姿を神武天皇が表現したということになります。日本は交尾しているトンボの形に似ているとです。皆さん自身で比較してみてください。確かに大変よく似ているのがわかります。神武天皇はそのように表現しました。二つ外堀を埋めておきます。富士山の山頂からNazcaにラインを引きます。Nazcaには富士山の方向を示す滑走路があります。この黄色いラインが富士山から引いてきたラインです。そしてその下にはですね、このようなランドマークが描かれています。向かって左側のラインが富士山から引いてきたラインです。この形は日本列島の形とよく似ているというレベルを超えて同じです。そして今引いた緑のラインが富士山から引いてきたラインです。そしてここにクロスポイントができます。その位置は実際の地図の受ける富士山の位置と正確に一致します。つまりこのランドマークは日本列島を示し、そして富士山の位置を示しているということになります。もう一度繰り返しておきます。ここが今日の重要なポイントです。富士山です。その富士山の山頂からNazcaにラインを引きます。皆さん自身で確認してください。このラインがそのラインです。富士山から引いてきたラインです。正確に一致します。つまりこの滑走路の向かって左側は富士山の方向を正確に示しているということになります。林博のNazca理論による証明です。この黄色い線に注意してください。そして、この黄色いラインは、このブルーの点で、この日本列島を示すランドマークと重なります。クロスポイントです。緯度経度はここに示しておきます。そして、その位置は、実際の地図上における、富士山の位置と正確に一致します。左がNazcaの地上絵です。右が、日本列島を示す実際の写真ということになります。この橋と橋ですね。本州の橋と橋に注意してください。位置を揃えてみます。そして水平線を引きますと、このような線が引けます。そして先ほどの富士山から引いてきたラインと、そして日本列島と私が言っているランドマークのクロスポイント、この赤い丸で囲んだところがそこですけれども、その位置は地図上における富士山の位置と正確に一致します。一見雑な絵のように見えますが、左のランドマークは正確に日本列島の形を示すと同時に富士山の位置を示しているということになります。皆さん自身で確認してください。つまり、この滑走路は、日本列島を示す滑走路ということになります。もう一つ、外堀を埋めておきます。ナスカに戻ります。この黄色いラインは、富士山から引いてきたラインです。そのラインは、左下の滑走路と重なりますが、ここに奇妙な絵が表現されています。これは何かということですね。で、ラインを追いかけていますが、上、右半分はですね、破壊されているように見えます。土砂が流れ込んでいるような雰囲気ですね。まあ、ともかくも、ここに何が描かれているかですけども、ここに書かれているのは、トンボと林博は判断しました。まあ、ここに赤い丸で、まあ、ウィールトラックと書いてあるのは、車の私ですね。まあ、荒らされている部分も、いるところもあるということです。で、この画像処理をしていますと、ここに、かすかにラインらしきものが、まあ、見えるということですね。はっきりしませんが、まあ、その痕跡が残っているということです。で、この線をつないでみますと、ここにトンボの形が浮かび上がってきます。トンボです。なぜこんなところにトンボのランドマークがあるかということですね。日本のそばにあるから意味があるのです。日本は昔、古来、秋津島と呼ばれていました。秋津というのはトンボという意味です。島というのはまさに島、アイランドを意味します。ここに描かれているのはトンボということになります。今までの話をもう一度整理してみます。ナスカです。このナスカに富士山の頂点からラインを引いてみます。このブルーのラインが富士山の頂点から引いてきたラインです。そのラインは中央の奇妙なランドマーク、すなわち日本の本州を示すランドマークと重なります。この色をつけたところが、林博は日本の本州と判断しました。注意深くご覧ください。そして、実際の日本列島の地図と比べていただきます。形がよく似ているというレベルを超えて同じということですね。そして今赤い点をつけたのがクロスポイントです。そしてその位置は実際の地図上における富士山の位置と一致します。左右を比較してみてください。左はランドマーク、右は実際の日本列島の本州です。そしてその位置はクロスポイントとそれから実際の富士山の位置はこのように一致します。すなわち、左のこのランドマークは本州を示し、そして富士山の位置を示しているということになります。そこにトンボの、ランドマークが描かれています。トンボです。なぜこんなところにトンボが描かれているかですね。言うまでもなく、日本は昔、Akitsushimaと呼ばれていました。秋津、つまりトンボという意味だったのです。ジャパンイコールアキツ、すなわち、トンボという意味です。ですから、トンボのランドマークがここに書かれています。が、このトンボという言葉を誰が言い出したかということですね。誰が言い出したかということなんです。トンボのように見えると言ったのは誰かということなんです。そしてこのブルーのラインはですね、富士山の方向を示し、グリーンの形は日本列島を示している。本州を示している。そして黄色いのはトンボを示している。すなわち、秋津島。トンボの島という意味です。が、トンボのように見える。そして、交尾しているトンボのように見えると言ったのは誰かということです。いいですか皆さん、ここが重要ですよ。交尾しているトンボのように見えると言ったのは誰かということです。その誰かが言った言葉に合わせて、ナスカのランドマークができ、そしてトンボの絵が表現されたということになります。言うまでもなく、そのことを口にしたのは、神武天皇ということになります。神武天皇が日本列島を山の山頂から見て、交尾しているトンボの形のようであると言ったのです。それに合わせて、ナスカの気象絵ができたということです。ここが重要ですよ。神武天皇が交尾しているトンボの形に似ていると言ったのに合わせて、ナスカにランドマークが描かれ、トンボの絵が描かれたということです。つまり、この気象絵、そしてランドマークは、神武天皇の言葉によってできたランドマークであり、トンボの絵ということになります。もうお分かりですね。神武天皇がどんな天皇であったかということを、皆さんもうお分かりですね。もう一度ここを注意深く読んでください。日本では古くはトンボを秋津と呼び親しんできました。古くは日本の国土を指してAkitsushimaとする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が簡単をもって秋津のとなめのごとし、秋津のとなめのごとし、トンボの交尾のような形だ、トンボの交尾のような形だと述べたといい、そこからAkitsushimaの名を得たとされています。また、古事記には、雄略天皇の腕に、たかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり、和の国をAkitsushimaと呼んだとしている。とあります。つまり、山頂から国見をした神武天皇が、秋津のとなめのごとし、つまり、トンボの交尾のような形だと述べたといい、そこからAkitsushimaの名が生まれたというのです。では、その山頂とはどこなのでしょうか？言うまでもなく、私は富士山と考えています。この富士山の山頂から神武天皇は国見をしたというわけです。で、皆さんをその富士山の山頂へ案内します。北の方角を見た風景です。北東の方向を見た風景です。東を見た風景です。南東を見た風景です。そして南を見た風景です。南西を見た風景です。西の方角を見た風景です。そして、北西の方向を見た風景です。どこから見ても、交尾しているトンボの形には見えないのです、皆さん。いいですか？神武天皇は、はるか高いところから、この日本列島を見たのです。だから、交尾しているトンボのようだと言ったのです。山頂なんかではありません。ということで、結論になりますが、繰り返します。ナスカの地上絵、そしてランドマークは、神武天皇の言葉に応じて、そしてその言葉によってできたランドマークであり、滑走路ということになります。つまり、日本書紀に書かれていること、古事記に書かれていること、その中に表現されている神武天皇は実在したという、そしてその話は事実であったという、これが物的証拠ということになります。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Japan was a land for gods. Evidence and proof on Nazca theory. 日本は神々の国だった。ナスカ理論による証拠と証明です。私はこのビデオの中でですね、日本という国がですね、神々の国であった。今もそうだということを皆さんにお伝えしたいと思います。馬鹿げてるというふうにね、言う前に10分だけ時間をください。これがナスカです。ナスカ、平原と言いますか、高原ですよね。このナスカ高原の平原のですね、一角に滑走路があります。この滑走路です。緯度経度はここに示しておきますから、皆さんご自身でご確認ください。これが桜島です。鹿児島湾の中にあります。これが富士山です。この鹿児島の桜島と富士山から線を引いてみます。ブルーの線は桜島から引いてきた線です。上の黄色い線は富士山から引いてきた線です。こうして2本の線が並びますけども、ここに奇妙な絵があります。これをぐるっと回転してみます。半時計回りに回転してみます。こういう形になります。この形と日本列島の地図と比べてみます。北海道と四国を取ります。その理由は後で話します。そして、この形を比べてみますと、一見雑なように見えますけども、正確に日本列島の本州を表していることがわかります。そしてこの緑の線は、富士山から引いてきた線です。そしてこのナスカの標識とここで重なります。その位置はちょうど地図の中における富士山の位置と一致します。橋と橋をつないで、そして富士山のあるところをつないでいます。すなわち富士山からの緑の線、左のですね、ナスカの線は正確に日本列島の中の富士山の位置を示していることになります。では、この赤い部分は九州なんでしょうか？それともそうではないのでしょうか？その答えは実は前方後円墳にありました。これは前方後円墳と呼ばれています。では、前方後円墳がどういう意味を持つのか、皆さんにお話したいと思いますが、林哲也さんがですね、掲示板の中に、前方後円墳とですね、アフラマザーのがですね、真剣、すなわち王権ですね、いわゆる渡すその輪とリボンのついた輪に似てるということを教えてくださいました。これがアフラマザーの輪と、それからリボンですね、リボンリングというふうに表現されています。そしてこれは、symbol of kingship というふうに英語で訳されています。王権ですね。いわゆる地上のですね、統治権を人間に渡すときに、これを、シンボルとして、アフラマザ、神々は人間に渡していました。アフラマザが渡しているところです。丸い輪にリボンがついているところに注意してください。丸い輪にリボンがついてますね。これが王権なんですね。で、日本のしめ縄はその形をかたどったものだと考えられます。そしてそれが現在に残っているわけですね。丸い輪にリボン、短冊ということになりますね。比べてみてください。これでなぜ日本にしめ縄があり、なぜ日本に前方後円墳があるかということをがですね、皆さんにも分かっていただけると思い、いただけたと思います。そしてそれはですね、マヤ、それからインカにも同じものが残っています。丸い輪にリボン、短冊ですね。そして、今日は紹介しませんでしたけども、エジプトでも同じものが見つかりました。こうして並べてみてください。丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、世界中で見つかっています。すなわちこれが、神がですね、人間に渡した王権の象徴ということになります。ここは神々の、これは神々の紋章であるという意味なんですね。そしてその紋章をですね、神々は日本ランドの上に直接描きました。空から見えるように、宇宙から見えるように、そのマークを置いたわけであります。それが前方後円墳ということになります。すなわちこの土地は神々の土地であるぞということを内外にこういう形で示したわけであります。すなわち前方後円墳というのはですね、この土地は神に属する土地であるということを示したわけです。検証してみます。前方後円墳というのはですね、全国で706箇所登録されています。全部紹介しきりませんでしたけども、その706の前方後円墳、他にもいろんな古墳がありますよ。小さな円墳もいればもう無数にあるわけですけども、この前方後円墳がですね、あるところを調べてみますと、本州に623、そして九州に70、四国にも少しあります。それは瀬戸内海沿いにあるわけですね。13個あります。数は、そういうことですね。合計で706箇所で前方後円墳が登録されています。すなわち、前方後円墳がある土地は本州と九州だけというふうに考えていいわけですね。四国にも少しありますが。となると、神々は、神々の土地として選んだのは本州と九州ということになります。ですから、ナスカの標識には本州と九州が描かれているということになります。となると、左下のですね、この、グリーンで示した場所はですね、九州ということになります。九州はまさに大きさから比べてもまさに神々の、島であったということが、これでよくわかります。結論から言いますと、このナスカの表に描かれたこの絵はですね、まさに日本の土地、日本ランドを示しているということです。日本ランド、すなわち本州と九州を示しているということです。そして、本州と九州がですね、だから前方後円墳は本州と九州、四国にもありますけども、に見られるということです。そして同時にですね、こうしたランドマークがあること自体がですね、もう一度、富士山の線を見てください。こと自体が、日本がですね、神々の国であるという証拠になります。いかがですか？これが私が皆さんにお見せできる証拠と証明です。Thank you very much for watching and see you. No one knows from when and who started calling Japan, Japan. In ancient times of Emperor Jimmu in Nihon Shoki and Emperor Yuryaku in Kojiki, Japan was called Akitsushima, which literally means Island of Dragonfly. That is to say that the ancient name of Japan was Akitsushima. Today's story starts from Mount Takachiho, which is no doubt the holiest of all holiest mountains in Japan. At the foot of the mountain, Takahara Town or Haihara Town is located. The summit of the mountain looks like a shape of a pyramid. 古く日本ではトンボをアキツと呼び親しんできました。日本の国土を指してAkitsushimaとする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が簡単をもって秋津のとなめのごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津の名を得たとされています。また、古事記には雄略天皇の腕にたかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり和の国をAkitsushimaと呼んだとしています。つまり、日本の古名はAkitsushimaだったのです。で、今日の物語は、九州の霧島連峰にあるTakachihoの峰から始まります。青山中の青山、天孫降臨の峰とされているのが、Takachihoの峰です。Hiroshi Hayashi、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのが、ナスカの日本です。ナスカの中に日本を示すランドマークがありました。そのランドマークをですね、日本の富士山からの直線が横切ります。そしてその交点の位置と、日本の地図の上における富士山の位置が正確に一致します。左がナスカの中の日本、そして右が日本を示す実際の地図です。皆さん自身で比較してください。左の白いラインは富士山から引いてきたラインです。これぞまさしく日本が神々の土地であったという紛れもない証拠ということになります。日本における最も神聖な山といえば、霧島連峰にある高千穂の峰ということになります。天孫降臨の山として知られています。これが高千穂の峰です。で、今日はこの高千穂の峰からスタートします。青山中の青山ということになります。霧島美子さんという方からこんなメールが届いています。霧島連山の高千穂の峰が日本最高の霊山であり、麓にあたる地区が高原町です。天の原ではなく地上なので高原町なのです。ちなみに、高千穂の峰の天の逆さ鉾は、雨の水上主の神が崩御され、高千穂の峰に葬られた水上主の神の愛犬を指したというのが真相です。高千穂の峰は天然のピラミッドのような姿です。と。高千穂の峰の頂上から、ナスカに向かって線を引いてみます。高千穂の峰です。その頂上からナスカのグランドクロスの中心点に向かって線を引いてみます。その線は、この黄色い線がその線ですけども、サイトバルの中心を新直線に横切り、そしてその直線は伊勢神宮の下宮の上を新直線に通り抜けます。下空からのエラーは300メートルです。ここに、伊勢神宮、下空が位置します。つまり、サイトバル、伊勢神宮の下空を通って、ナスカに向かうということです。左が伊勢神宮、下空です。エラーは300メートル以内です。林博のナスカ理論を使って説明します。ナスカです。無数の滑走路があります。左の黄色いラインは、霧島連峰の高千穂の峰から引いてきたラインです。右の白い線は、これは富士山の滑走路です。やや折れ曲がるといった感じがします。念のために黄色い線を伸ばしてみます。下のグリーンのラインは、屋久島の、タチウタケの天柱石から引いてきたラインです。つまり下のグリーンのラインは、タチウタケの天柱石の方向を示しています。正確に示しています。上の黄色いラインは、高千穂の峰から引いてきたラインです。3分の2ほどまではほぼ重なりますが、途中からややずれるといった感じがします。ほぼ同じ方向に富士山と、それから霧島連峰の高千穂の峰があるということになります。もう一度やってみますから、皆さんも注意深くご覧ください。この滑走路の上のラインは富士山、下のラインは、太刀竹の天柱石を示しています。そしてこの黄色いラインは霧島連峰の高千穂の峰から引いてきたラインです。ほぼ重なるということですね。この上のラインは富士山の方向を示しています。ややずれますが、ほぼ同一線上に富士山、高千穂の峰があるということになります。この滑走路のやや右上、ちょうど画面の中央あたりに奇妙なランドマークがあります。この黄色いラインは高千穂の峰から引いてきた先ほどのラインです。そして中央に奇妙なランドマークがあります。このランドマークは何かということですね。で、線をたどってみるんですけども、途中からダメージを受けているように思います。このクエスチョンマークあたりで、地表面がですね、乱れて線が消えているような感じがします。断定はできませんけども、右下の写真と見比べていただくとわかりますように、このあたりで何かしらダメージを受けているように思います。車の輪立ちも見えます。が、この線をですね、明度を変えてみますと、少し見にくいかもしれませんけども、薄い線がここに現れてきます。つまり、このラインはここまで続いているということですね。となると、これは何かということです。ここが重要ですからしっかりとご覧ください。そうなんですね。色をつけてみました。つまり、これはトンボの形ということになります。左が実際のトンボということになります。つまり、ここに描かれているのは、トンボというふうに、私、林博は判断しました。皆さん自身でもご確認ください。私、林博は、これをトンボと判断しました。つまり、このランドマークは、トンボということになります。で、ここにトンボが描かれている。では、なぜトンボかということになりますね。で、ここに奇妙な形が描かれてますけども、左の形と、日本の九州の鹿児島湾の形と大変よく似ていることに気がつきます。拡大してみます。そして奇妙なことに、角度も同じなんですね。そして右の、星マークのところに高千穂の峰があります。そして同じように左のランドマークのところに、丸い円形のものが描かれています。ちょうどこの白い円形部とですね、高千穂の峰の位置と一致するということです。そしてブルーの部分が鹿児島湾ということになります。これは偶然の一致なのでしょうか。あるいはトンボの目がですね、高千穂の峰を表しているとも解釈できるわけです。が、一般には考古学の世界では、これはオウムと説明されています。オウムのような形をしているから、オウムというわけです。では皆さんに大変興味深いものをお見せします。先ほど言いました、トンボの目の部分ですね、の中心点から日本に向かって線を引いてみます。この黄色い線が今日本に向かって引いた線です。右がナスカ、左が日本です。そしてこの線はここへやってきます。この黄色い線の先に注意してください。この黄色い線は、ナスカから引いてきた線です。そして、この線は、ここへやってきます。注意深くご覧ください。ここへやってきます。ここに神社があります。この黄色いラインは、この神社の大屋根のラインと、正確に一致します。神社というのは古来より、同じように、同じ場所に建てられるのが習わしになっています。この黄色い線は、ナスカから引いてきたラインです。そのラインは、この神社の大屋根を正確に横切ります。つまりこの神社は正確にナスカの方向を示しているということになります。そして中央やや右寄りのところに2つの岩が並んでいます。海の中に2つの岩が並んでいます。皆さんご存知の岩です。日本人でこの岩を知らない人はいません。ここに2つの岩が並んでいます。黄色いラインはナスカラインです。ナスカから引いてきたラインです。その線は左の神社の大屋根を横切ります。この神社は二見小玉神社です。二見小玉神社です。そして2つの岩は言わずと知れた妙刀岩ということになります。つまりこの妙刀岩の間を通り抜けていけば、そのラインはナスカの方向をほぼ示しているということになります。このように、ナスカと二見小玉神社、そして伊勢神宮内宮外宮とはつながっているということです。どうつながっているかについては、もう皆さんご存知の通りかと思います。繰り返します。二見小玉神社の大屋根はナスカの方向を示し、そして妙と岩の間はナスカの方向を示しているということになります。まさに日本は神々の火のいずる国ということになります。結論を話す前に、もう一度、ナスカの中の日本を確認していただきたいと思います。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数の滑走路、プラットフォームが描かれています。ちょうどこの星印のところにそれがあります。この滑走路に注意してください。先ほども言いましたように、この滑走路の上のラインは富士山からのラインと重なります。そして下のラインは屋久島の多中岳の天中石のラインと重なります。ここでは一応桜島ということにしておきます。そして富士山です。以前は桜島ですけども、ややエラが出るということで、現在は屋久島の多中岳の天中ロックにしています。この線ですね。ここでは桜島ということにしておきます。ややエラーが出ます。しかし、富士山のラインは、エラーなし、正確にこのラインと重なります。そして、そのラインは、このオウムと言われているランドマークを横切ります。左の方に、100度ほど傾けてみます。注意深くご覧ください。今、この滑走路の左のラインが富士山からのラインということになります。そして実際の日本の地図をその横に並べてみます。皆さん自身でご確認ください。そして北海道と四国を取り除きます。前方後円墳があるのは本州と九州、それに瀬戸内海沿いの四国の一部です。ですから、神の国として神々が選んだ土地は日本の本州ランドということになります。左の絵はですね、一見、雑に見えますけども、正確に日本列島の形を表しています。そしてこのグリーンのラインが富士山から引いてきたラインです。そして先のランドマークとここで重なります。その位置は地図上における日本の富士山の位置と正確に一致します。プロポーションが全く同じであるという点に注意してください。つまり、左のこの、ランドマークは日本の土地、日本を表しているということになります。これが日本が神々の土地であるという、まさに動かぬ証拠ということになります。となると、左の下の絵は何だったかということになりますね。そうです。トンボでしたね。では、なぜ、トンボなのかということになりますね。それがこの動画の結論です。もう一度、ナスカ平原をご覧になってください。この日本を表すランドマークの横に、トンボの絵が描かれていたのです。これが、そのトンボです。トンボの絵ですね。なぜトンボのランドマークがここに描かれていたのかということになります。なぜトンボなのかということですね。日本の古い名前は、安芸津島だったのです、皆さん。日本では古くトンボを秋津と呼び親しんできました。古くは日本の国土を指してAkitsushimaとする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が簡単をもって秋津のとなめのごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこからAkitsushimaの名を得たとされています。また、古事記には雄略天皇の腕にかかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり和の国をAkitsushimaと呼んだとされています。やはり和の国をAkitsushimaと呼んだとされています。つまり、Akitsushimaイコールトンボ。だから、日本のあのランドマークの横にトンボの絵が描かれていたのです。皆さんわかりますか？この事実をですね、皆さんわかりますか？ナスカに日本のランドマークがあり、その横にはトンボのマーク、ランドマークが描かれていたのです。繰り返します。日本の古名はAkitsushimaだったのです。つまり、トンボの島という意味です。だから、ナスカに日本の方向を示すランドマークがあり、その日本を示すランドマークの横にトンボが描かれていたのです。日本はまさしく神々の国だったということになります。と同時に、林博のナスカ理論をこのような形で、このトンボマークが証明したということになります。林博のナスカ理論は、このようにして証明されました。万歳です。私は日本の国歌を声高らかに歌い上げます。